第一章、博士のおもちゃの作り方。やあ、いつも博士のおもちゃで遊んでくれてありがとう。今日は君たちに博士がどんな風におもちゃを作ってるのかを教えるよ。博士のおもちゃ作りは街を散歩するところから始まる。公園や学校で遊ぶ子供たちを見て、どんな遊びが流行っているのか、どんなおもちゃなら楽しんでもらえるか考えるんだ。そして楽しいおもちゃを思いついたら、すぐに研究所に戻って開発開始だ。例としてふわふわ浮遊マシンをどんな風に作ったのか見ていこう。製品版を読んでね。どうだい、驚いたかな。君たちのおもちゃは博士とたくさんのスタッフの血と涙と汗でできてるんだ。大切に遊んでね。第2章、ライバル登場。ワンダーテインメント博士。君たちはワンダーテインメント博士を知ってるかな。彼女は博士の敵だ。彼女はネズミのように臆病でずるいやつなんだ。彼女は博士のあふれんばかりの才能に嫉妬して、博士のおもちゃの劣化品を売っている。良い子のみんなは、彼女のつまらないおもちゃではなく、博士の楽しいおもちゃで遊ぼうね。さて、嫉妬するだけならまだ良かったんだけど、彼女は、博士に攻撃を仕掛けてきた。逆に、博士のおもちゃが、彼女のおもちゃの偽物だって言ってきたんだ。優しい博士も、さすがにこれには怒ったよ。それで、仕返しをしてやることにしたんだ。続きは製品版で。第3章、クソ財団をぶっ潰せ。ここからは内緒のお話だ。パパやママ、お友達に喋ったらいけないぞ。博士は財団と戦っている。財団って何かって？簡単に言うと、悪の組織だ。噂によると、小さな女の子を閉じ込めて、乾いたチョコクッキーだけ食べさせてるらしい。ああ、なんて、つまらない毎日を送ってるんだ、その子は。博士は、世界中の子供が、楽しい毎日を送ることを願ってる。だから、博士は財団を潰さないといけないんだ。それに、財団は、君たちに届く前の博士のおもちゃを取り上げることもするんだ。なんてひどい奴らだろう。許せないよね。どうも、財団は、博士のおもちゃのような、ワクワクするものを独り占めするのが目的らしい。まるでガキ大将だ。君たちは、博士のおもちゃで、みんなで仲良く遊ぶんだよ。とにかく、博士は、ガキ大将気取りの財団を懲らしめることにした。立ち読みできるのはここまでだよ。製品版では、ワンダーテインメント博士との因縁や悪の財団との戦いの全容が明かされるよ。文字だけの本は眠くなる子も大丈夫。たくさんの差し絵が楽しい読書にするよ。そして予約してくれた子には博士のワクワク文房具セット復刻版をプレゼント。読んで遊んでもっと博士を好きになろう。楽しもうね。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。